ML マークス、こんばんは。 ML エネーブルメントシリーズへようこそ。この動画は Amazon 政治メーカー推論のパート3、もう悩まない機械学習モデルのデプロイパターンと戦略の後編ということで、安全なデプロイを行うために政治メーカーが提供する仕組みについてご紹介します。まだ前編を見ていない場合は、この動画の概要欄にあるリンクからぜひご覧いただければと思います。この動画の進行は引き続きテキスト・トゥ・スピーチ、Amazon ポリーの匠さんと水木さん、そして私、本橋でお送りいたします。匠です。よろしくお願いします。水木です。一緒に勉強していきましょう。前半の動画では、トレーニングしたモデルをデプロイするオプションとその選択方法に関してお話ししてきました。しかし、機械学習モデルは基本的に入力データの傾向が変化すると性能が落ちてきてしまうという性質があるため、継続的なトレーニングとモデルの更新を行ってあげるのが重要です。今回の動画では、安全にモデルを更新していくための3つの機能、モデルレジストリ、プロダクションバリアント、デプロイメントガードレールに関して紹介します。ソフトウェア開発においてコードのバージョン管理をきちんと行うことが重要なのと同様に、機械学習のアーティファクトであるモデルをバージョン管理することもとても重要です。ある論文では、レコメンデーションにおけるクリック予測のモデルの ROC 曲線のエリアアンダーカーブといったオフラインの評価指標の原因と、実際のコンバージョンレートといったビジネス指標の原因に相関が見られなかったという結果を報告しています。何を信じたらいいのでしょうか。オフライン評価指標はデプロイ前のヘルスチェックに過ぎないという話もあり、実際のパフォーマンスは AB テストを行って品質チェックするということも考慮すべきでしょう。開発環境ではよく見えていたモデルが、実運用の環境で意図せぬ振る舞いを行ってもすぐロールバックできるよう備えておく必要があります。政治メーカーにはモデルレジストリのサービスもありまして、こちらでモデルのバージョン管理を行うことができます。政治メーカーモデルレジストリでは、モデルグループという単位で同じ役割のモデルを管理して、それぞれのモデルグループにバージョンの登録を行っていきます。モデルグループが Git でいうリポジトリに近そうですね。はい、例えばアワビのサイズから年齢推定を行うモデルのグループや、カスタマーの離反予測を行うモデルのグループを作っていくイメージです。ここで重要なのは、登録するのはいわゆる機械学習モデルのモミファイルだけではなく、ランタイムを含んだ Docker イメージもセットでモデルパッケージとして登録していきます。重みファイルだけでは推論できないですもんね。その通りです。依存関係も含めたモデルパッケージがデプロイの一単位となります。モデルレジストリを利用するには、まずモデルパッケージを登録する箱となるモデルグループを作成していきます。政治メーカースタジオの画面から作成する場合は、一番左にある三角アイコンをクリックして、メニューの一覧からモデルレジストリを選択します。そしてクリエイトモデルグループボタンをクリックすると、右のようなポップアップが出てくるので、そこでモデルグループの名前や説明などを記入してあげます。ここでは名前をモデルグループ1、説明をA Group of Related Models などと書いています。タグに関連するプロジェクトの名前とか書いておくと、後々管理の際に便利そうですね。そうですね。今回は簡単のため、タグは空のままにしています。右下のクリエイトモデルグループボタンを押せば、モデルグループ作成完了です。ボト3こと AWS SDK4 Python を使ってプログラム的にモデルグループを作成する場合は、GUI を用いる場合と同様に、モデルグループの名前と説明を書いてあげて、それをディクショナリーとして用意します。そしてこのディクショナリーを政治メーカーの Create Model Package Group API に展開して渡してあげれば OK です。モデルグループとモデルパッケージグループは同じものなんですね。そうですね。微妙に表記揺れがありますが、適宜読み替えていただければと思います。モデルグループという箱ができたら、そこにモデルとコンテナを合わせたモデルパッケージを登録していきます。モデルパッケージグループネームというキーには、登録先のモデルグループの名前を指定して、インファレンススペシフィケーションというキーのバリューには、コンテナイメージが登録されている ECR、エラスティックコンテナレジストリのパスと、モデルのデータが置いてある S3 のパスを指定したり、リクエストとレスポンスのタイプを記載します。ここではテキスト、CSV という MIME タイプでリクエストとレスポンスのやり取りをするように記録しています。また、モデルレジストリの便利機能として、モデルをデプロイする前に、Approve や Reject といった承認フローを挟むことができます。ここでは、モデルApproval ステータスの初期値は、
手動の承認を待機しているペンディングマニュアルアプルーバルの状態にセットしています。 Git でプルリクエストをレビューするときの承認フローみたいなものを作れるんですね。その通りです。こういったコンフィグのディクショナリーができたら製品メーカーのクリエイトモデルパッケージ API を呼ぶ際に展開して渡してあげればモデルパッケージの新しいバージョンを登録することができます。モデルレジストリの UI はこちらの図のようになっています。製品メーカースタジオを使うといろんな UI がついていて便利ですね。はい、どんどんモデルパッケージを登録していけばバージョン1、バージョン2というふうにバージョン管理をすることができます。開発環境からステージング環境、プロダクション環境のようにステージを変更する際に承認フローを挟んで指定したレビューアーに承認されればこちらのようにアプルーブドのステータスに遷移させたりできます。これによりこういったステータスの変化をトリガーにコードパイプラインなどで管理されているデプロイパイプラインを実行するといった CI/CD の仕組みを実現することが可能です。モデルレジストリで管理されているモデルパッケージをデプロイするのも簡単です。モデルレジストリに登録されているモデルパッケージにはこちらにあるような一意な ARN と呼ばれる名前が割り振られています。このモデルパッケージの ARN や必要な権限をまとめた IAM ロールなどを製品メーカー Python SDK のモデルパッケージクラスに渡してインスタンス化して、あとはいつも通りインスタンス数とインスタンスタイプを指定してデプロイメソッドを呼んであげれば推論エンドポイントを作ることができます。ではモデルレジストリに新しいモデルを登録していって新しいものができたらすぐ古いものと入れ替えるかというと、やはりもう少し慎重に進めていきたいところです。製品メーカーの推論エンドポイントではそういったニーズに対応してリクエストを複数のモデルに割り振るということを簡単に実現することができます。こういう機能が用意されているのが製品メーカーのようなマネージドサービスを用いるメリットですよね。はい、例えば左のようにあるモデル A を推論エンドポイントとしてデプロイしたとするとユーザーからのリクエストは 100% モデル A に渡されます。ここで新しいモデル B をエンドポイントの裏側に配置して一部のリクエスト、ここでは 5% をモデル B に割り振るといったことがエンドポイントコンフィグを更新することで実現できます。これを製品メーカー使わず自前で実装するのはちょっと大変そうですね。ちなみに製品メーカーのドキュメントを読むとこれらエンドポイントの裏側にあるモデルたちをバリアントと呼んでおります。バリアントって何ですか？バリアを使うアリですか？バリアントというとあまり聞き慣れない単語かもしれませんが、変異種とか最近だと変異株とか訳されたりします。ウイルスの分類として同じ種類だけど異なる世代のものをアルファバリアントとかベータバリアントのように区別するイメージです。なるほど、同じエンドポイントの裏側にあって入力と出力の形式は同じだけど中身は異なるモデルたちのことをバリアントと呼んでるんですね。ここで少し製品メーカーのエンドポイントの構成要素に関して復習してみましょう。製品メーカーエンドポイントを作るときに製品メーカー Python SDK の .deploy メソッドを呼ぶと裏側で create model API、 create endpoint config API、 そして create endpoint API が呼ばれるのでした。一番右の製品メーカーモデルオブジェクトはデプロイの一単位となるもので Docker コンテナと推論コードを含んだモデルファイルなどを組み合わせたモデルパッケージに相当します。これを真ん中のエンドポイントコンフィグとしてどのタイプのいくつのインスタンスにデプロイするかを指定します。一つのエンドポイントには複数のバリアントを配置することができてどういったウェイトでトラフィックを分配するかもエンドポイントコンフィグに指定します。そして一番左のようにCreate Endpoint API を呼ぶと、Endpoint Config で指定したインスタンスに Docker コンテナを展開して、モデルや推論スクリプトを含んだ圧縮ファイルをダウンロードして展開します。モデルファイルに requirements.txt が含まれている場合は、それをもとに追加の依存関係のライブラリのインストールを行ってから、モデルサーバーを起動します。フレームワークとして PyTorch を用いる場合は、モデル FN という関数でモデルを読み込んで、リクエストが届くとインプット FN 関数で入力を変換してプレディクト FN 関数で推論処理を実行、そしてアウトプット FN で出力を変換しユーザーにレスポンスを返すということを実行します。デプロイメソッドの裏側はこうなっていたんですね。ちょっと脱線しましたが、あるモデル A をデプロイする際に例えばインスタンスタイプは MLM5 ラージでインスタンス数は20、最初はモデルは1つしかないので、
トラフィック分配の重みは100としてエンドポイントコンフィグを作成するとします。このコンフィグの名前は myEndpointConfigName とします。その名前を指定して createEndpointAPI を呼べば、コンフィグで指定した通りのエンドポイントを作成することができます。ではこのエンドポイントの裏側に別のモデルのバリアントを配置したとして、そちらにトラフィックを 5% だけ分配したいとするとどうするかというと、新しくエンドポイントコンフィグを作成していくのですが、もともとのモデルバリアント A に対するウェイトを 95%、 新しいモデルバリアント B に対するウェイトを 5% と指定する。これだけで OK です。ちょっと密度が高くて複雑に見えます。そうですね。でも左側と右側の Create Endpoint Config の引数を比較すると、似たような設定がモデルバリアント A と B でそれぞれ指定されているだけなことがわかるかと思います。あとはこの新しい New Endpoint Config Name という名前で作成したコンフィグを指定して、右下のように Update Endpoint API を叩くと、期待通りのトラフィック分配を実現することができます。最後にデプロイメントガードレールという仕組みを紹介します。道路にあるガードレールのように事故った時の影響を小さくしてくれるわけですね。はい、こちらはいわゆるブルーグリーンデプロイを実現するための機能で、新しいモデルをデプロイする際に古いモデルはいきなり削除せず、まず新しいモデルが正常に動作しているかをチェックして、問題ないことが確認できれば古いモデルを削除していくということをやっていきます。新しいモデルに移行していくときの戦略は、現在3つ選ぶことができて、All at Once、カナリア、リニアというように名付けられています。それぞれどう違うんですか？ All at Once の戦略が一番単純で、新しいモデルをデプロイしたインスタンスが準備できたら、そちらに対して全てのトラフィックを移行します。そして Amazon Cloud Watch で指定したメトリクスを監視して、アラートが発生しないか一定時間監視します。そして問題なければ古いモデルのインスタンスを削除して、もしアラートが発生すれば古いモデルにロールバックします。なるほど。デプロイが失敗しても自動的にロールバックしてくれるのは便利そうですね。デブオプスっぽいです。はい、カナリアモードでは 10% とか一部のトラフィックだけを新しいモデルに分配して、残りの 90% は引き続き古いモデルに届くようにします。そして同様にアラート監視を行い、問題なければ全トラフィックを新しいモデルに移行して、再度アラート監視を行う。問題なければ古いモデルのインスタンスを削除するという2段構えで慎重にデプロイしていきます。リニアモードでは、例えば3分の1のトラフィックを新しいモデルに分配してアラート監視を行い、次のステージでは3分の2のトラフィックを新しいモデルに分配してアラート監視を行い、というように複数の段階に分けて新しいモデルへのトラフィックが線形に増えるようにしていきます。どれだけ慎重にデプロイしたいかによっていろんなモードが用意されてるんですね。デプロイメントガードレールを使用してエンドポイントを更新する際には、対象のエンドポイントの名前や新しいエンドポイントコンフィグの名前を指定した上で、デプロイメントコンフィグという引数の中でブルーグリーンアップデートポリシーのトラフィックルーティングコンフィギュレーションでトラフィックシフトのタイプを指定します。ここではオールアットワンスの戦略を取っていく場合の例を示しています。その他の設定としては、新しいモデルが正常に動いていることを確認できてから古いモデルのインスタンスを削除するまでの待ち時間をターミネーションウェイトインセカンズで指定したり、デプロイプロセス全体の最大実行時間をマキシマムエキゼキューションタイムアウトインセカンズで指定して、それを超えたらタイムアウトするように設定します。そして一番大事な正常異常の判断に使うクラウドウォッチアラームをオートロールバックコンフィギュレーションで指定します。例えばインボケーション 5XX エラーズといったメトリクスを基準にしたアラームを作成しておき、新しいモデルへのリクエストエラーの発生頻度が初期値を超えたら異常発生ということでロールバックするように指定したりします。というわけで、政治メーカーには幅広いユースケースをカバーできるデプロイオプションがありまして、バッチ変換、リアルタイム推論、非同期推論、サーバーレス推論といったものを適材適所で使い分けていただけるようになっていたり、マルチモデルやマルチコンテナエンドポイントを活用してコスト削減できたりします。また安全なデプロイを行っていくためにモデルのバージョン管理を行う機能としてモデルレジストリがあり、複数のバリアントにトラフィックを割り振って AB テストを行うこともできますし、デプロイメントガードレールというブルーグリーンデプロイを行うための機能もあります。興味がありましたら政治メーカー開発者ドキュメントを読んでみたり、
GitHub で公開されている Amazon Sage Maker Examples のリポジトリなどにあるサンプルコードも実行して、より具体的なイメージをつかんでみてください。それではこの動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。